私、どこに？ここだね。Yeah!
Yeah!
シン。さくら、ファイトや。えいやえいやえい。ゲッパー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 。何もあるべき姿に戻れ。クローカード。えい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 。何のあるべき姿に戻れ。クローカード。
ラウンド戦。さあ、いくよ。大丈夫か？ユキトさん？クロウカードの新たな主候補よ。始めるか、最後の審判。誰？我、審判者ゆえ、審判を開始する。まず、お前からだ。クロウリードの血を引く者よ。真のクロウカードの主なら、カードの守護者に負けるはずはあるまい。手にしているクロウカード全てを使って私を倒せ。では行くぞ。クロウリードの血を引く者よ。だがそんなものでは私を倒すことはできない。な、何？ここまでだ。リー君、大丈夫？気をつけろ。あいつ本当に強い。次は正当な候補者か。クロウの作りしカードよ。汝の主たることを望む者がここにいる。選定者ケルベロスに選ばれし少女、名をサクラ。少女が真に我らの主にふさわしいか、我審判者ゆえ最後の審判を執り行う。
どうした？ゆえさん、きっとすごくクロウさんのこと好きだったんだね。私なんかまだまだ子供だし、クロウさんみたいにすごい魔法とか使えないけど、頑張るから。主とかじゃなくて仲良しになってほしいな。目を閉じろ。審判終了。我審判者ゆえ、さくらを新たな主と認む。リー君、私やったよ。でもリー君は、とにかくカードが全部集まったんだから、まあいい。よかったなさくら。みんなさくらが大好きなんや。